三協は、埼玉県埼玉市の町名。現行行政地名は、三橋一丁目から三協六丁目。このうち一丁目から四丁目は、大宮区に、五丁目。六丁目は、西区に属する。いずれも住居表示未実施地区。郵便番号は、330-0856-331-0052E。本校では、三橋の前身の一つで、 現在も残存する、大技した内野と、かつて同地域に存在した並木村、川が、八村、金谷村についても述べる。埼玉市大宮区の南西部にあり、鴨川を挟んで東西に広がっている。町域は、大宮大地にあり、鴨川などの河川の周辺は、中石平野である。大宮区串引町、上小町、中央区縁網、桜区白 西区上田や本、水旗、幸川、桟桜木、宮前町、北区日清町と隣接する。市内は、鴨川流域周辺以外は市街各域で、主に住宅地で、国道17号新大宮バイパスなどの主要な通り沿線は、ロードサイド店舗が立地する。また、 生産力地地区として農地も点在する。河川沿いの市街化調整区域では、北部は都市公園や調整地、南部は田園地帯である。住宅地の地価は、2015年1月1日の工事地価によれば、埼玉市大宮区三橋2丁目658番14の地点で15万4000円、平方メートル。 埼玉市西区三橋五丁目2053番1の地点で10万円平方メートルとなっている。元は江戸期より存在した武蔵区に立だ軍与野領に属する並木村で、古くは中世末期頃より存在した並木里と、または同時期の水畑総大宮里に属していたと言われている。村高は昭法年間の 武蔵国田園坊では743国余り、元六郷町では390国余り、天保郷町では527国余りであった。助郷は中仙道大宮宿に出役していたが、聖徳、安永年間は日光成り街道大モニアドにも出役していた。火星期の世帯数は112件で、村の規模は東西10町、南北24町余りであった。 江戸期は、武蔵国足達軍職、田や寮に属する側海戸村であった。村高は、昭法年間の、武蔵国田園坊では216国余り、元六号町では207国余り、天保号町では215国余りであった。スケ号は、中仙道大宮宿に出役していたが、聖徳、安永年間は、日光を成り海道大門宿にも出役していた。 火星期の世帯数は32件で、村の規模は東西8丁、南北10丁であった。荒川沿いに幕府領の発汗や神殿を領していた。江戸期は武蔵区に足立軍職、田谷寮に属する下内屋村で、古くは内屋郷水旗荘に属していたと言われている。近世初期頃に内屋村から分村したと見られる。村域が安藤行地を、 条文、牧野地行地を、下文とされていた経緯から、上下内矢村とも称されていたと言われている。村高は、昭法年間の、武蔵国田園坊では256国余り、元六号町では256国余り、天保号町では631国余りであった。スケ号は、中仙道大宮塾に出役していたが、聖徳、安永年間は、 日光を成り街道大モニアドにも出役していた。火星期の世帯数は100件で、村の規模は東西4町余り、南北30町余りであった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内に鉄道は付設されていない。最寄り駅としては大宮駅。 西大宮駅などがある。なお、1941年2月25日までは、路面電車である西部大宮線が、現在の埼玉県道2号埼玉かすか線を走行しており、主計場前駅、並木駅、内野駅が開設されていた。大宮駅、西口方面から、以下のバス会社が地域内を運行している。埼玉市、コミュニティバスや埼玉市、 乗り合いタクシーは、地内に運行されていない、三橋総合公園ア葉バエン。ありがとうございます。